はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は幸運の上様、やっていこうと思います。ということで、行ってみましょう。行け。さて、お、開幕石炭、これはね、早めにもう一個石炭を引ければ、実績達成のチャンスありという感じですね。うん、まあ8取りましょう。石炭が帰っても、もしかしたらね、金欠でやられちゃう可能性があるんでね、しっかり取っていく。チーズを取りましょう。ただ2個目の石炭が遅いとちょっと間に合わなくなるかなというところですね。うーん、これ怒りにしようか。オッケーオッケー、怒り端に行く。で25払って、5スピン後に50ですね。まあこれウサギにしようかな。お、スモールシンボルボム取りましょう。でスモールシンボルボム破壊して、まあミルク取る、8取る。2個目の石炭がちょっと間に合わない気がしますね、これは。ああ、まあ一応ビール取りましょう。ドワーフの餌、先取りしてみる。まあこれは虚空のクリーチャーかな。石炭のミッションは達成できそうにないかな、これだと。骨壺取る。2個目が来るのがちょっと遅いですね。賞金稼ぎ取りましょう。これであれば実績の達成はちょっと目指せないから、まあ普通に、クリアを目指しましょうかね。怠け者取る。あー、まあ対比の山取ろうか。ほい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 。まあミルクと虚空のクリーチャーで、早速破壊2つですね。これもビール取ってドワーフを、探していきましょうというところですね。お、雨も取る。さあ花と雨が触れ合う。まあ電球取りましょう。ほいほいほい。これはまあ8かな。ちょっと花と8で、やっていく。花が1本しかないからね、そこがちょっと、触れ合う、ところが少ない、感じになってしまうが、まあこれ一応トランプ取るか。まあ取らないでスキップでもよかったんだけどね。雨と蜂が花と触れ合う。100払って6スピンも150ですね。まあビール2本取ってるし、ワインも取っておこうか。お、快晴の空すびき、これは嬉しいね。これ太陽引けたらかなりでかいぞ。一応トランプスペード取ってるから、ハートも取っておきましょうか。種キャンディー猿、まあこれ種取っておきましょう。対比の山があるからね。これ除去アイテムも欲しいけど、トランプ、3つ目なので一応集めていくか。で花に、蜂と雨が触れ合った。クラゲ怠け者信者、まあ怠け者に引き目取ってもいい気はするが、ちょっとやめとこうか。シンボルが結構溢れている感じがするので、一旦やめておきましょう。この辺は、取らずに行く。お、オレンジ出る。で150払って7スピン後225ですね。お、対比の山エッセンス。3個のシンボルが1回のスピンで破壊されると、2個のスイカを追加、その後自身を破壊するか。なるほど。まあ対比の山エッセンス取っておきますか。でこれはね、どっちだろうね。7スピン後225でちょっと金策が必要なので、富野にしておくか。で、あ、レフティーか。レフティーとチェッカーフラグ。怠け者取ったから、チェッカーフラグも欲しかったんですが、まあ、今後、ウサギ取ることも考えたら、レフティーでもいいか。さてさて。石炭がダイヤモンドになる。そして、スペード取る。まあ、これね、トランプ、最悪使えなくても、フラッシュを拾えば、吹っ飛ばすことができるので、まあ、それはそれでありかな、というところですね。チーズ、ひよこ、枯渇。まあ、これはスキップしましょう。さあ花と88触れ合っていく。まあ花8でそれなりに、コイン出せているかなというところですね。お、これは花が8コイン出す、でかいね。ここでウサギが登場。レフティー取ってるんで、ウサギしっかり取っていこう。でウサギの毛がレフティーの効果でちょっとコイン多めに出す。ね、序盤にチーズ取ってたので、まあネズミは取ってもいいかなというところですね。まあまあまあ、コイン消しとくか、チェリー消しとくか。まあチェリーかな、チェリー消しましょう。さてさて、これで225は生き残り。7スピン後に300ですね。これがちょっと厳しいような気もする。2匹目のウサギ出ないかなと思ったら、出ましたね。あ、トリプルコインか。付近宝石
いや、宝石よりフルーツになりそうな気もするんだよな。むしろトリプルコイン取っといた方が、ミダスとかミダス王がデメリットにならない可能性もあるので、トリプルコインの方にしましょうか。さあ、オレンジ出る。花追加しようかな。今回は蜂とか雨多めに取ってるので、花を追加。電球がダイヤを光らせるのは結構でかいですね。バフカプセル取りましょう。さあ、花、蜂、雨。この辺の連携が、結構いい感じ。花追加しましょう。よしよし。ただ、3スピン後に300が結構厳しそう。ハート取る。で、いらないものを消しましょうってなった時に。でもそうか。パールを消したいけど、電球。まあ、電球ダイヤをね、消費させるって意味では、まあちょっと保留か。どうせ除去アイテム1個だからね。オッケー、バフカプセルがダイヤに当たる。それはでかいね。で、チーズをネズミが食った。これでなんとか金策が進む。ただ2スピン後に300。あと66。ちょっと、怪しいな。対比の山の効果を発動するために石鹸取ってバブルで、飛ばしていくのはありかなと。お、ダイヤが電球で光る。38。271、1スピン後に300ということなんで、まあこれならなんとかなるんじゃないかな。まあスキップしましょう。さあ30、あっマジか。30なら行ってくれるかなと思ったんだけど、ダメでしたね。まあちょっとね、快晴の空がせっかく来てたのに、月も太陽も来なかったっていうのが辛いかなというところですね。まあ一応花鉢の構えとか、まあウサギも2匹集まってたので、月が来ても太陽が来ても快晴の空が強いぞというような体勢だったんですが、まあちょっとシンボル39だから、まあやっぱ取りすぎなのかなというところですね。まあ、序盤ね、ちょっと石炭開幕で取れたので、まあ、実績解除のために、4回目の支払いまでは生き残りたいな、ということでね、シンボルちょっと、序盤からね、取るか微妙なやつまで取っちゃってた部分もあったので、まあ、その辺が敗因かな、という感じですね。はい、ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー、ほい。